今回は思ったほど伸びなかった女性声優8選第7弾だ。アニメでブレイクしたけど続かなかった方々だぜ。こんなに続けるとは、おそ松さん4期にまだやるのかと文句言えないだろ。最初は柳瀬夏美さんだ。1993年デビューで、現在はフリーで活動されている。柳瀬さんが最初に注目されたアニメ作品は、2007年の F はテイルオブメモリーズだろう。シャフト作品の中でもシャフト演出が特にきついのが来た。柳瀬さんは神道千尋を演じている。千尋は13時間以内の出来事しか覚えられない記憶障害があり、その設定でこの作品の中でも、強く印象に残るヒロインなんだぜ。この頃の記憶喪失ヒロインとして有名だったの？2014年に1週間フレンズという、友達との記憶が1週間しか持たないヒロインとの恋愛アニメがあったが、主演の天宮そらさんが最初にブレイクしたアニメ、皆がこれを見て F だと言ったんだぜ。記憶喪失ヒロインといえば F、という時代があったのか。また柳瀬さんは F と同クールのダカーポ2で花咲あかねを演じ、この時期にブレイクしたと言える。どちらもええ、原作。2012年にはキー作品のリトルバスターズで上北こまりを演じ、これも人気になったぜ。リトバスはええ、ゲじゃなくてギャルゲー。しかし、それ以後の柳瀬さんのアニメ出演は、ほぼこまりだけになっている。でもその後もこまりだけでスピンオフアニメに出られるんだし、やはりキー作品の格の違いを感じる。ただ柳瀬さんはゲームではずっと出演していて、2014年の 3DS アイランドデイズでは桂心を演じている。誠てめえ、琴の葉だけじゃなくて妹の心にまで手を出すとは。あれ？でも心の声優って足尾メグさんだったのに、柳瀬さんが引き継いだんだ。足尾さんはこれより後の他のゲームにも出演しているのに、なんでだろうな。てかさっきからおぞましい画像が流れてるんだが、次はえのきあずささんだ。2004年デビューで、ブルームズに所属している。なお2013年までは片岡あずさ名義だった。えのきさんは2005年のお願いマイメロディの主人公、夢の歌を、30分枠版は全104話にわたって演じた。すげえ、今の若手はワンクールの主演も夢なのに。このアニメは日朝でありながらカオスなギャグが多く、女児向けなのに大人も楽しめるアニメの先駆けとなったぜ。マイメロママの女の敵は女という名言グッズが、フェミさんに叩かれて炎上して発売中止になってたね。フェミニズムの極致みたいな作品なんだけどな、歌の父親とかいつもバカにされてるし。2007年にはえのきさんはセイントオクトーバーの主人公、葉山琴乃を演じた。深夜アニメでも売れてる。2010年には新薬イカ娘のバイト少女、斉藤渚を演じたぜ。唯一イカちゃんを新役者として恐れている子でゲソ。その後も多くのアニメに出演したが、2013年に81プロデュースから移籍し、名義を片岡からえのきに変更した。この時25歳か、30の壁がある81でも、もう少しいた方が。しかしその後のえのきさんはアニメにほとんど出演できなくなった。特に2018年に一旦フリーになってからは、全く出演がない。ここまで4つの事務所に所属しているんだね。まあご本人にしかわからない事情もあるのでしょう。次は高口由紀子さんだ。2004年頃デビューで、兼遊オフィスに所属している。高口さんはデビュー以降様々なアニメに出演し、2007年はラキスタの貧乏姉妹の姉、宮川ひなたを演じた。16話と24話にちょっとしか出てこないやん。2011年は俺たちに翼はないの山科美也子を演じた。脇役だが非常にインパクトのあるキャラだぜ。美也子ちゃんのすっげーエチエチなシーンがあるんやね。テレビ版は白い光で何も見えない。また高口さんは同年同クールに、超下品ギャグアニメ編ゼミのメインキャラ、水越美和子を演じた。ド変態だけど、石田明さん超えのイケメン彼氏がいるのか。しかしアニメ出演は翌年が最後になった。4つの事務所に所属していて、移籍が多かったのが原因かもしれない。高口さんもえのきさんと同じで、事務所ガチャを回しすぎたのか。ただ高口さんはゲームではその後も出演していて、第二次スーパーロボット対戦 Z シリーズの女主人公、節子原を演じている。すごいやん。ただスパロボ Z シリーズが終わってからは、高口さんのゲームの出演もなくなっている。つうか高口さんが所属している兼遊オフィスって、他の声優も出演できてないよね。次は山口里香子さんだ。2006年デビューで、兼遊オフィスに所属している。あ、兼遊。山口さんは2014年、ショートアニメガンダムさんのフラウさんを演じた。原作者がゼータとダブルゼータは見てないと言って、物議を醸したスピンオフ。そして2016年、山口さんは女子高生バイク部アニメ爆音のお嬢様キャラ、ミノワヒジリを演じたぜ。財力でファミコンのエキサイトバイクの、エンジンが冷える板を作ったのは爆笑した。だがそれ以降の山口さんのアニメ出演は少ない。アイマスミリオンライブはワンクールでキャラが52人もいて、出番があまりないんだよね。あとこの人も4つの事務所に所属してきたのも、関係あるかもしれない。2018年で30歳になったのもあるのかな。若いうちにどうにかしようと遺跡を繰り返すのか。
次は島形舞菜さんだ。2010年頃デビューで、ザ・ユニバースに所属している。島形さんは2013年、ショートアニメ宮川家の空腹のダブル主人公の一人、宮川日向を演じた。さっきのラキスタのスピンオフだけど、本編の高口さんとは別の人が演じてるんだね。さらに同年、勇者になれなかった俺はしぶしぶ就職を決意しましたの主人公が働いている店の店長、セアラ・オーガストを演じた。マリーが働く魔王様より、こっちの方が好きと言っている作品。しかしそれ以後、島形さんはあまりアニメに出演できなかった。角川傘下のプロダクションエースにいた時に、2013年の時しか売り出してもらえなかったのか。次は小堀みゆきさんだ。2012年頃デビューで、ケンプロダクションに所属している。小堀さんは2014年にハピネスチャージプリキュアの、妖精のグラさんを演じた。マスコットってベテランがやるイメージだけど、若手も演じるんだね。そして2015年、小堀さんは響けユーフォニアムのチューバ担当の、長瀬リコを演じたぜ。ぽっちゃり先輩来た。リコは主人公のクミコと同じ低音パートで出番が多く、同じチューバの後藤拓也と付き合っている描写もあった。チューバ夫妻、作中で明確に付き合ってるのってこの二人だけだよね。だが2期で二人が吹奏楽部を引退してしまうと、出番はなくなってしまった。デカリボンパイセンや夏希パイセンは、3期でも出てくるのに。その後小堀さんは2019年にご結婚を報告されたが、その年以降アニメ出演は減っている。でも自分が出ていなくても、ユーフォ3期をご覧になっているんだね。大切な思い出のある作品だもんね。次は北川里奈さんだ。2013年デビューで、ブリーズに所属している。北川さんは2014年にハピネスチャージプリキュアの、キュアハニーを演じた。さっきの小堀さんと共演してたんだ。2016年には少年足部55ごまちゃんの、ペッペッペッソーランアレマを演じている。普通の人なのにその名前で妙に知名度が高い、社長秘書のギリシャ人女性。2020年は女子野球キララアニメ玉読みの遊撃手、川崎亮を演じた。作画崩壊アニメ。しかしそれ以後の北川さんは、アニメにあまり出られなくなった。この人も4つの事務所に所属したのか。最後は山本愛さんだ。2013年頃デビューで、アミュレートに所属している。山本さんは2018年の登山日常アニメ、山のすすめサードシーズンで霞を演じた。これが代表作だろう。クールなメガネ女子。霞は自己中で厚かましい性格で、8話で主人公の葵に、なぜ今まで自分に絡まなかったのかと文句を言ってきて、今後は自分のことを忘れるなとマウントを取ってくる。てめえの方から話しかけろやだよな。星屑テレパスの瞬きを見るまで、日常系で一番嫌いなキャラだったぜ。ああ動画作ってて腹が立ってきた。悪く言いすぎのような、でもなんでこんなに葵に対して上から目線なのか、葵も謝ることないのに。こういう人のいいやつを狙ってマウント取ってくるクズに、現実で何度もやられてきたからな、ほんとムカムカするわ。マリーも霞のような弱者をうまく食い物にする、狡猾な性格に生まれればよかったね。霞はズバズバ言う性格だと作中でも言われるが、次の4期では内気な葵が皆と話せるように助言するなど、出番は少ないものの重要なキャラだと言える。相変わらず口調はきついしずっと上から目線だけど、ゆるふは日常系のアンチテーゼみたいなキャラやね。ゆるけんの千秋程度でも苦手にしていた凛だったら、霞の隣の席だったら不登校になりそうだな。そんな山本さんだが2020年代に入ってから、あまりアニメに出演していない。サマータイム連打のクルゴエ幼女のしおりの母親役をやってたんだね。出演が減ったのは山本さんが2020年に、ご結婚とご出産を報告している関係もあるだろう。おめでとうございます。子育てもあるしね。また山本さんは2021年に日本プロ麻雀協会の試験に合格し、プロ雀士になっているぜ。おお、じゃあ今後麻雀のアニメやゲームに出られるかも。以上、思ったほど伸びなかった女性声優8選第7弾を解説したぜ。仕事がないと事務所ガチャを回したくなるものなんだろうけど、移籍先の事務所の見極めが肝心だね。そうだな、転職と同じだな。この動画が良かったらチャンネル登録や高評価お願いします。ソシャゲのガチャ疲れの人もよろしく。それではまた次の動画で、サブチャンネルもよろしくお願いします。